こんにちは、渡辺理香です。今回もですね、動画を見ていただきましてどうもありがとうございます。今日なんですけれども、改めてちょっとお伝えしておきたいこと、改めて、出版したいと思っているあなたにお伝えしておきたいことなんですけれども、出版社はあなたの本を出版しますではないことを覚えておいてください。で、特に商業出版っていうのを考えている限りね、この後ろの画像にあるように本屋さんにちゃんと置かれて、もう商業目的、商品として本を作るっていうことを考えた時には、絶対にあなたの本を出版しますというスタンスのもとに出版社は動かないっていうことをですね、もう肝に銘じておいていただきたいなっていうふうに思うんですよ。でもね、結局ね、こういうふうに考えている人たちがかなりね、もうなんか7、8割こういう感じなんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。なんか自分の本を出版してくれるみたいなイメージだけどね、本質には違うっていうか、本来は、これね、前の動画どっか動画でねお伝えしたかもしれませんけども、出版社はメーカーなんですよ。出版社は本っていう商品を、企画販売するメーカーさんなんで、商業出版っていうのは、まあ、基本的には完全に出版社が商品化していくために、さまざまな投資をね、その商品だったり著者に対して、投資をしていくっていうことが、まあ、大原則となってきますから、だからこそ出版社が この企画は商品にできそうって思わないと絶対に投資しないよっていう話なので、ここの部分をですね、本当によくあの覚えておいていただきたいかなっていうふうに思います。あなたの本を出版しますっていうこのスタンスは非常にボランティア的なスタンスであったりとか、あと、まあ、絵も言えばっていうかね、あの自費出版的なね感覚になってくるかなっていうふうに思うんですよ。で、まあ、自費出版っていうかね、まあ、協力出版っていうような言い方をしたりするんですけれども、著者が一部費用を負担して、出版社がちょっと本作ってくれるっていうようなね、まあ、自費出版に少し何ですかね、広がりを持たせたような、ことをする会社が、ね、あるんですよね。それは文芸社っていうところが割と有名だったりとか、あとビジネス書関連だと幻冬舎ルネッサンスとか幻冬舎メディアコンサルティングとかね、まあ、そういったところが結構有名だったりもするんですけど、ああいう会社はあなたの本を出版しますっていうスタンスです。だけど、例えば私が勤めてた角川とかですねあと最近ビジネス書で本当によくね、有名になっているあのベストセラーなんかもうバンバン出すようなダイヤモンド社であったりとか、ライフシフトっていうね非常に有名な本出された、まあ何ですかね、東洋経済新報社とか、あとは日経 BP 社とかね、その他、総合法令出版とか換気出版とかスバル社とか、あと他にもいろいろ日本実業出版社とか、まあ、ビジネス書の老舗版元さんっていっぱいあるんですけど、そういうところはあなたの本を出版しますっていうスタンスには絶対立っておりませんので、そこはねもう本当に勘違いしないでいただきたいなっていうふうに思います。あくまでも読者に何の商品届けるか、読者にどんな本、どんなあのコンテンツを届けるかっていうところだけにフォーカスしています。その意味も含めてあなたの本を出版しますという観点で本作りは絶対やっておりませんので、その意味でもね、やっぱりね、著者のために本作りってしないんですよ。もう絶対に読む人、買って読んでくれる読者、お客さんのために、お客さんのことを考えながら基本本作りします。そこのね、出版社、そういう出版社のね編集者たちっていうのは、だからこそあの自分が思い通りの本はできるって絶対に思わないでいただきたいと思いますね絶対に思わないでいただきたいですし、だいたいこういうふうになんかこういうふうな自分のね思いを伝えたいとか、なんか自分の体験談とかをまとめたいとか、そういう感覚で本作りをなさるんであれば、むしろ商業本よりもちょっとそういう自主的なね出版物だったりとか、まあ、協力出版的なあのサービスを行っている会社に、アクセスした方の方が早いんじゃないかなっていうふうに思ったりもしていますね。で、出版したいって思われている方の、
なんですかね、8割以上っていうのはやっぱり自分の気持ちっていうかね、自分のなんか思いがやっぱり優先になってきます。絶対に優先になるんですよ、絶対に優先になって、それが企画書にめちゃくちゃ反映されちゃう形になっているので、出版社が、たくさん企画書来てるんですけれども、なかなか取り合ってくれないっていう状況、出版社に企画書送ってるけど、なかなか出版に結びつかないっていう状況はもうそこにあると思ってください。自分が出したい本よりも出版社が欲しい出版企画っていうものが出版社は欲しいです、はい、まあ、だからその意味でもね、もともと商業出版っていうのは持ち込みの企画書っていうね、持ち込み企画みたいなものを主体的に相手にしないんですよ。そっちじゃなくて、やっぱり編集者が企画を立てる、出版企画を立てる、どんなテーマでどんな著者さんアサインして、誰に向けて、どういうコンテンツを作って、それをどういう本にしていくかっていう、まあ、いわゆる出版企画っていうものを誰が一番主導権を持ってこのプロジェクトっていうものを進めるかっていうと編集者なんですね。編集者が基本的にはあの企画を立てて、その企画に基づいた、著者の方的、非常になんていうの、適切な著者の方に、原稿依頼をしていく、アサインしていくっていうようなやり方がそもそもです。だから持ち込みの原稿ばっかり本になってるわけではないっていうことを覚えておいてください。出版社に持ち込まれる原稿で本になるのはもう、まあ、出版社によっても違うと思うんですけれども、ただ私が見るところね、やっぱり 3,4 割ぐらいなんじゃないかなっていうふうに思います。それぐらいあの確率としては低いんですよ。だから出版社は持ち込みの原稿を全て引き受けているわけではなくって、基本的にやっぱり出版社主導、出版社に勤める編集者主導で企画を立てて、その本の企画に基づいて、適切な著者の先生に原稿を依頼する、アサインするっていうような、あのそういうプロジェクトで進めているっていうことをね、覚えておいてください。その意味でも本当ね、あなたの本を出版しますでは絶対ないです。あなたの本を出版しますじゃなくて、出版社が出版したい本を出版している、読者のために出版しているっていうこと、ここがもう非常に大事になってきますので、一番ね勘違いされやすいんですけれども、これ本当に肝に銘じておいてほしいなっていうふうにね思います。ここがだいたい間違っ、ちょっとねやっぱ感覚がまあずれてるって言ったらあれなんですけど、ちょっとやっぱ感覚があの出版社の側と一致しないがあまり、なかなかうまく商業出版の道がね、進まないっていうことが多いかなっていうふうに私も感じておりますので、よろしくお願いします。ということで本日は以上です。ありがとうございました。